第9章日本の電波天文学の系譜野辺山からアヌマへの道第4節国際共同プロジェクトアルマ野辺山から海外設置へ野辺山の宇宙電波観測所開所式が行われ翌年1983年には日本の電波天文学の将来をどうしようかとの議論が始まった。1988年7月1日、東京天文台が国立大学共同利用機関、国立天文台に改組になった。1992年7月、スバル望遠鏡の建設がハワイ・マウナケア山頂で起工式が行われ、建設が進んでいったのです。その流れを受け、日本の電波天文学として、野辺山の45メーターミリ波望遠鏡、ミリ波干渉計の次のプロジェクトとして、ミリ波より波長の短いサブミリ波に挑戦すべきだということになりました。サブミリ波でやろうと言い出したのは、日本が世界で最初だったのです。日本の国内にはサブミリ波望遠鏡の観測に適した場所がないので、海外に調査を開始しました。チリ・アタカマ高地に建設が決まるまで。建設候補地として調査の結果、南米チリ北部アタカマ高地、標高約5000メーターの砂漠地帯が適当であろうと絞り込み、現地調査を行うことになった。この砂漠地帯は、太平洋岸を北上するフンボルト寒流が太平洋側から吹きつける空気を乾燥させた。さらに、東側の標高6000メーター級のアンデス山脈が、ボリビアやアルゼンチンからの湿った空気を雪として落としてしまうので、世界で最も乾燥した地域の一つになっているのです。さらに、標高約5000メーターの砂漠地帯に、広いスペースが確保できるのです。1992年、国立天文台、宇宙電波観測所、石黒雅人、川野辺良平、中井直政の3氏が現地調査に入った。最初は気温、風向、湿度の簡素な測定器を持って、チリ北部を20カ所ぐらい何年かかけて調べた。最終的に2カ所に絞り込み、無人での連続測定ができる装置を作り、現地に設置し、データを集積していった。設置場所として標高5000メーターぐらいで、10キロメーター四方に観測機器を展開する場所が望ましいとなった。電波望遠鏡の分解能としては、0.01 秒角の可能性を考え始めた。この分解能は東京から 400km 先の大阪にある1円玉の大きさが分かることになります。天体現象では星が活発に誕生している400光年先の大牛座分子雲で 1AU、これは1天文単位を意味します。1天文単位は太陽と地球との距離で 1.5 億キロメーターになります。1AU のものがわかるようになります。相当細かく見ることができるようになるわけです。日本の惑星科学の研究者の間では他の恒星の惑星系の誕生の姿が見えるのではないかと、
新しい学問分野を切り開く可能性があるアタカマ計画に関心が高まってきました。このような建設構想を国際会議で発表しているうちに、アメリカも欧州もチリに作るのが良いとなり、三者合同して作ろうということになってきました。1999年、日本が中心になって、箱根で国際シンポジウムを開催しました。この会議において、日本、アメリカ、欧州の計画案が発表され、ここで初めて三計画案が議論されたのです。この会議での重要な点は、日本がサブミリ波観測を言い出し、それにアメリカ、欧州もサブミリ波観測の重要性を認め、観測の最適地、チリ、アタカマ高原に合同で観測機器の設置が決まっていったことです。日本サイドが考えていた方向に、日本が主導権を取り進んでいった珍しいケースだと言えます。国際社会は甘くはなかった。1997年、0.01 秒角分解能によるミリ波、サブミリ波天文学という日米によるワークショップを東京で開催しました。日米の計画協力についての議論が中心の作業部会だったのですが、欧州グループも招待しました。この会合に参加した欧州勢は、日米に先行されることに危機感を持ち、帰国後巻き返しのため大運動を展開しました。2年後、1999年、米欧が手を組み、研究開発のための協定段階にまで来てしまったのです。なぜそういうことになったのかというと、ヨーロッパは当時10カ国が参加するヨーロッパ南天天文台 ESO と言いますが、ヨーロッパ南天天文台という組織があり、年間90億円ぐらいの金をプールしておいて、天文台長の判断ですぐ決定ができるからです。これに対してアメリカは全米科学財団 National Science Foundation が金を出すのだが、単独では予算が足りない。さりとても一番の出資比率は守りたい。このことは発言権において主導権は確保したいという思惑があるからです。そこで 50% 未満を出してくれる相手を探していました。 ESO はすぐ金を出せたので、当初計画をリードしていた日米という枠組みが米欧という関係に変わってしまったのです。三者共同プロジェクト実現までの苦闘、その後いくつかの紆余曲折を経て、2001年東京で ACC 会議アルマコーディネーションコミッティを行い、日米欧三者合同でアルマを作るという合意にこぎつけました。三者が各々予算獲得に努力することになったのです。欧州は2002年7月に、米国は2002年11月に予算が決まりました。一方、日本は2002年4月に、調査研究の予算、それも2年間で15億円が決まった状況だったのです。欧米は、すでに建設予算が通っている状況なので、もし日本の予算が下りない場合、計画に大きな穴が開いてしまうことになります。そこで、欧米の予算だけでできるように計画を組み替えることになったのです。2003年、米欧が協定書を取
取り交わし、米欧2社だけで建設計画をスタートすることになったのです。日本がサブミリ波観測の重要性を提唱し、アンデス・アタカマ高地に建設場所を見つけ計画したプランが米欧に取られたとの印象は否めないのです。しかし国際社会において出発時にスタートラインについていないものはスタートする資格はないというべきでありましょう。その後日本では学術審議会総合技術会議においてアルマ計画について審議が行われ、その評価結果をもとに2004年4月に建設予算がついたのです。米欧に遅れること2年。このため日本は米欧が進めるプロジェクトを増強するという立場で参加することになってしまいました。2004年9月、米欧日3社合同のプロジェクトとしての協定書に署名が行われました。しかし事前の米欧の枠組みがあくまで欧比、日本は彼らの作った枠組みに乗っかるという形で参加するほかはなかったのです。この時外国人からは、日本人は馬鹿正直だ、15億円という巨額の国費を使いアルマのための調査研究をスタートしたならばプロジェクトはスタートしたと宣言すればいいのではないかと言われました。このような無責任な外国人の言葉に乗ってはいけません。日本は外国との交渉において真偽を貫くべきだと思います。一方国内では文科省や財務省からは国会承認がないとそういうことは言えないとしきりに言われました。国際的な駆け引きの公設の違いを痛感させられた出来事だったと石黒氏の著書には書いてあります。建築着工へ。国際共同事業アルマの最高意思決定機関アルマボードと言います。これは日本の国立天文台、欧州南天天文台と米国国立電波天文台の台長クラス、定期的に会議を行う最高意思決定機関であります。アメリカにはカナダが加わり北米グループとなり、日本には台湾が2005年に加わり東アジアグループとなりました。やがて中国韓国も含め東アジア共同組織に発展するものと予想されています。欧州はメンバー国が増え現在14カ国の共同組織となっています。ではここで観測装置の概要を説明します。干渉計、アンテナ台数は欧米担当領域では12メーター電波望遠鏡50台、最終的には64台になります。これに対して日本の担当領域である ACA アタカマコンパクトアレイでは12メーター4台、7メーター12台になります。基線長は15メーターから18キロメーターまでの可変ができます。これに対して日本の ACA 領域では基線長は約50メーターです。アンテナの口径及び鏡面誤差は12メーター強ですと25マイクロメーター以下です。それに対して
7メーター強では20マイクロメーター。12メーター強では25マイクロメーター以下です。そしてアンテナの星に対する視光誤差は 0.6 秒角以下です。各アンテナに載せる受信機の観測波長帯は 0.3 から 9.6 ミリメーターのサブミリ波、ミリ波領域になります。日本は ACA、アタカマコンパクトアレイと呼ばれる領域の直径12メーターのアンテナ4台、直径7メーターのアンテナ12台を製造します。これに対し、北米グループは直径12メーターアンテナ50台を製造します。高度の技術力を必要とする受信機、10台のうち、日本は技術力を買われ、ミリ波用1台、サブミリ波用2台の受信機と、高分散相関機の製作を担当します。ここで、アルマ計画の技術的面を見ておきましょう。アルマとは、正式には、アタカマ、ラージミリメーター&サブミリメーターアレイと表記します。アレイとは、配列という意味で、数学、コンピューター上の概念ですが、ここでは多数のアンテナを配列する観測装置という意味で使われています。12メーター強プラス7メーター強イコール全体で66台に対し、アンテナを設置する基礎部分はパッドと呼ばれ、200箇所に用意されております。パッドには電力、光ケーブルが用意されています。観測計画に基づいて2台用意されている望遠鏡移動台車でアンテナを移動し、最長アンテナ間距離 18.5km の巨大望遠鏡として運用することになります。開口合成とは、開口とは、おのおののアンテナ、イコール受信機を意味しますが、大空に向かって口を開けているパラボラアンテナを意味し、一台ごとを一素子エレメントと呼びます。最大では66素子を相関させ、口径 18.5km の電波望遠鏡ができるのです。ここで出てきた相関するとは、各素子で受信した電波信号を相互に関連づけることを意味します。標高5000メーターの山頂施設 AOS の建物内に設置された高分散相関機に、各素子が受信した電波信号を伝送し、アンテナ間の干渉観測のための信号処理や分子スペクトル分析を行うための信号処理を行います。相関機は超高速でデジタル信号処理を行う専用のスパコンだと思ってください。この相関機で配光合成を行うのですが、そのためには各素子への電波の到達時間を厳密に計測する必要があります。正確な計時を行うことが開口合成の鍵になります。アルマで何が見えるの？発表されている文献から見ていきましょう。アルマで狙っている研究対象としては、次の3つの大きな研究テーマがあります。1. 宇宙の過去を調べ、銀河がどのように誕生し進化したのかを研究すること。
現在受け入れられている宇宙論において、宇宙は137億年前、ビッグバンで始まったと言われています。その3分後、超高温、超高圧の状態から、インフレーションと呼ばれる急激な膨張により、宇宙は10億度ケルビンぐらいまで冷え、重水素やヘリウムの原子核ができました。できた原子核は高温高圧により原子から電子が剥ぎ取られ、正の電荷を持つイオン、負の電荷を持つ電子が混在した状態、すなわち高温のプラズマ状態になりました。その後、38万年後、3000ケルビンまで冷え、陽子と電子が再結合することにより、電気的に中性な水素やヘリウムができました。これにより、今まで産卵のため、プラズマ状態から抜け出せなかった電磁波、光子がプラズマから抜け出すことができ、宇宙の晴れ上がりになったのです。このビッグバン、名残の電磁波は、光速に近い宇宙膨張に伴う光体速度によるドップラー効果、赤方変異により波長がマイクロ波まで伸びてしまいました。これが宇宙マイクロ波背景放射と言われている現象です。2001年打ち上げられた WMAP 衛星の観測データから宇宙背景放射の温度が 2.725K で、方向により10万分の1という温度の揺らぎが発見されました。この温度の揺らぎは宇宙密度の揺らぎに対応しており、この密度揺らぎが種となって宇宙の天体構造ができたと考えられています。宇宙初期の揺らぎからどのようにして銀河や星などの天体ができたのかは、宇宙の暗黒時代と呼ばれ、天文学上の大きな謎となっているのです。この謎を調べるには、宇宙の初期に遡る、すなわち、できる限り遠方の天体を観測することが必要です。スバル望遠鏡でビッグバンから10億年くらいの天体まで見ることができるようになってきました。問題は、それ以上昔に遡ると、銀河がまだ誕生していないか、誕生していたとしても、濃い塵に包まれている可能性があり、可視光による検出が大変困難になります。ミリ波、サブミリ波は光に比べ塵に吸収されにくく、遠くのものほどよく見えるという特性があります。そこで、アルマの出番となるのです。誕生間近い塵に覆われた原始の銀河の検出が、アルマの研究テーマの大きな柱なのです。2、惑星系誕生の瞬間を捉える、第二の太陽系を発見することです。我々の太陽系のような惑星系が宇宙でどのようにして誕生してきたのかを探求する。星が生まれ、太陽系が生まれ、惑星が生まれ、その上に生命が生まれ、その中から知的生命が生まれ、我々人類が存在します。このような歴史が宇宙の中でどのように起きてきたのか、他の惑星系でもどのような確率で起きるのかを調べていくと、人類のような
知的生命体がどのような確率で存在するかがかなり客観的に分かってくると期待されています。あるまでは分子ガスや塵を研究することにより星間ガスや塵の硬着円盤からどのようにして星や惑星が誕生するのか、そのメカニズムを研究するのです。3、生命の起源に迫る。3番目のテーマは、生命が宇宙の中でどのようにして誕生したのかを解明することです。そのためには太陽系以外の惑星系に地球のような生命が生存可能な環境を整えた惑星があるのかどうか、生命に結びつく物質がどのような段階で存在していたのかという基本的な疑問に対する研究が必要になります。具体的に言うと、第二の地球の探査です。第二の地球の探査。我々の地球は太陽から遠すぎず近すぎない円軌道を描いて運行しているため、寒すぎることも暑すぎることもなく、生命の誕生進化に極めて適した環境に位置しています。したがって他の恒星の周辺に地球に似た環境の惑星が発見され、その惑星に水の存在が確認できれば生命体がいるかもしれないとの期待が膨らみます。惑星の検出の方法として、惑星が恒星の全面を通過することによって生じる原光から地球規模の小さな惑星を検出しようとする試みが行われています。2009年、NASA により打ち上げられたケプラー衛星は、この方法により10万個の星の周辺で惑星の検出に挑戦しており、1年足らずの観測から1000個以上のほぼ確実な太陽系外惑星候補を発見しました。このうち地球サイズの太陽系外惑星候補が最新データでは196個あります。生命生存可能圏ハビタブルゾーンにある岩石惑星が54個発見されています。ハビタブルゾーンにある岩石惑星が発見されたら、次のステップとしてバイオマーカー、生命存在の地表の検出であります。日本の野辺山宇宙電波観測所において開封の利を鈴木博子氏を中心に、星間分子の大規模探査が45メーターミリ波電波望遠鏡で行われてきました。この研究がアルマの高い感度と周波数分析能力を生かした観測により、宇宙に含まれている物質を詳しく研究できるようになります。人類にとっての究極の疑問は、我々地球人類は宇宙において唯一な存在なのかという疑問です。宇宙137億年の歴史を経て、我々人類は地球という惑星上に知的生命体として存在しています。生命の存在に結びつく化学反応が宇宙の中でどのように進んでいるのかを調べることをアルマは目標にしています。これをもって第9章日本の電波天文学の系譜、野辺山からアルマへの道全4節を完了します。2012年、アルマは本格運用され、お疲れ様でした。
私も疲れました。